藤井名人が逆転で第1局を制す。に対するネット民の反応。第82期名人戦7番勝負第1局は藤井名人の先勝となりました。第2局は4月23、24日、千葉県成田市成田山新勝寺にて行われます。藤井名人おめ、トヨピも強かった。おかげですげえ面白かったわ。名人おめトヨピおつ、トヨピーウェン。今日落ち復活させろよ平手じゃ無理だ。4一銀にゆかりがあるな。化け物で草。爪将棋選手権はいつもそこにある。4八のただ金を取らなかっただけなのに。やっぱ研究ハメで中盤優位保って終盤突入しないと勝てないんだな。それまで55秒で指してて詰みが突然出てきたらその途端に時間をしっかり使って1分で最善指してくる将棋マシーン。下手なホラー映画より怖い。44強を打たせる罠をどこから張ってたのか怖いわ。名人は永遠の3分だな。よく戦ったけどな、豊島。終盤力だけで将棋はひっくり返されちまうんだ。後手陣硬い硬い言われたのにあっという間に白旗だからな。ずっと徐行で終盤急に300キロとか、ついていけねえって。リアル詰将棋選手権。どっちかというと詰将棋作成選手権。現役棋士の研究、意味ないですね。眼福眼福。良いもん見れた。これでタイトル戦15連勝 ?16 連勝。次で大山の17連勝に並ぶ。豊島辛すぎやろ。谷川が高速の寄せなら、藤井八冠はカール・ルイスの寄せでええか光さえ吸い込むブラックホールの寄せでよろ。82飛は AI 候補にも出てなかったけど、これでとどめになってるのすごい。毎日の AI は藤井に置いていかれてたな。豊島が勝ったと思ったのになんでこうなる。悪くしても、この一回間違っただけで相手を崖に突き落とす終盤力な。会長の解説がないとなぜ負けたのか全然わからなかった。会長の解説もすげえわ、匠任しただけあるわ。会長解説めちゃくちゃ良かったな。安光のスマッシュが面白かった。37K を会長が見つけてからの藤井の危険なポーズ。生で見られて本当に良かった。いやー面白すぎる名人戦。全プロ棋士ががっくししてるだろこれでも勝てないのかと。これ豊島の 0.5 勝にならない？ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。